初代、中村元次郎から1935年2月1日は、明治、大正の上方歌舞伎役者。矢号は、聖駒屋。縄文は、いびし。背名に、大庭若、企画、画号に、元次郎。浄瑠璃名に、吉田玉太郎。本名は、林玉太郎。大阪新町の義老専屋に生まれる。父は、芝居役者の四代目嵐ら。 母は大木屋の一人娘、妙。出生直後、芝居を諦めきれない父は母子を残したまま江戸に下る。文久三年、四代目、中村士官の弟分となって、官爵を名乗り、花形役者となる。一方その間に、大木屋は没落。玉太郎も父同様役者の道を志すようになる。1874年、父と並び称された、名優初代初代。 実川は炎尺の門弟となり、実川は元次郎を名乗る。名は後に、狩り、次郎、元次郎と改めた。翌1875年、道頓堀畜語の芝居で、初舞台。死、炎尺や中村宗十郎に支持し、時には地方周りの新参をなめるが、着実に力をつけて、1878年には、艦尺の講師となって、初代、中村元次郎に改め、 翌年には初めて座頭を務める。明治10年代後半になると熱心に演劇改良運動に加わり、1886年には大阪演劇改良会を組織。名実ともに大阪随一の花形役者となる。ひな人形のモデルとなったり、白と五郷と岩次郎藩の三大名物に数えられたり、私はこの頃出世して大金持ちに、聖、駒屋と、 子供のザレ歌にされるほど、その人気は大変なものだった。ガンジローの名跡は彼一代で大きくしたものだが、実は、ガンジロー自身は、五代目、中村歌右衛門を襲名するつもりでいた。しかし、東京の五代目、中村主官が先に、歌右衛門を継ぐ名乗りを上げ、中村歌右衛門の名跡を預かっていた十一代目、片岡二座右衛門の判断で、主官がこれを襲名することになった。 このため、炭治郎と仁左衛門の関係は冷却。仁左衛門は、炭治郎のひいき筋からの嫌がらせを受けるようになり、これが仁左衛門の東京遺跡の原因となった。山田昭一は、炭治郎の人気は、今では想像のできぬほど大したもので、一度、震災橋を、祖母や父と散歩中に、ばったり出会って、立ち話になりましたが、冬のことでマントを羽織り、帽子をかぶり、 サングラスか何かをかけていたのにもかかわらず、少しの間に周囲に人垣ができて、こちらの方が恥ずかしくなって、早々に退散した記憶がありますと実0する。私生活はしっそで、大阪南の中心部の小さな長屋に住んでいた。ガンジロウが東京の五代目、中村歌右衛門の家に招かれた時、自家用車付きの広大な屋敷に、大きな屋敷に住んで寄ると驚いた騒話がある。 生、小牙屋の東西のトップが対照的な暮らしをしていたのである。小ョーが好物で俳優でありながら風呂嫌いだったという。九代目、市川段十郎にその才能を認められたことから、1900年初めて東京の舞台に上がる。五代目、小野江菊五郎に可愛がられて人気を博し、その勢いを買って1903年には中座を多言元を兼ねて勤め。 5ヶ月連続上演の大入りとなる。さらにこの年には白井松次郎を知り、その仕打ちで京都明治座を務め、以後白井との提携により、数々の工業を成功させた。1922年の近松門左衛門200年記念工業で、東京新富座に出て、川省の芸で東京人をうならせ、松竹創世期の身長と東京への進出に大きく、 貢献することになった。1934年、大阪府芸術功労者として表彰される。同年12月3日、南座の顔店で、鎌倉三大期、絹川村の三浦の助を務めている最中に倒れて、入院、翌1935年2月1日に死去した。死去の号外が出るほどの大役者だった。作家の正岡博士は、 前年の室戸台風で倒壊した四天王寺五十頭と前年に死去した初代桂春ラ寺と共に春ル寺と元寺と天王寺の塔と大阪の三大名物ここに防備だと私は思つたと記している墓所は大阪市中央区の常国寺長男は二代目林又一郎次男が二代目中村元次郎その他に七女があり六女 民は、長谷川和夫に、七女、吉子は四代目、中村富十郎に化している。大見源氏先人館の佐々木森綱師匠の縁弱と、尊敬する中村総十郎や九代目、市川段十郎の芸をそれぞれ吸収し、情報役者らしい、華やかで柔らかみのある芸風で知られた。ただし残されているレコードでは、かなりのダミ声である。門人の中村之助が、 力ある声でした。何しろ中座の三階によって、声が聞こえてくるのは、師匠だけでしたと十回しているように、外見と違って、力強さがあった。工場などで、ついでながら、この厄介なるジ次郎目も、よろしくごひいきのほどと、愛嬌ある目つきで述べると劇場がどよめき、舞台を共にする他のものが霞んでしまうほどだった。ジ次郎の芸の特色の一つに、色気のある目が挙げられる。 特に和事になるとその目遣いが最大の武器になった。志が直也が元次郎の目について無邪気で愛嬌がある。いくら偉そうな目つきをしてみても、その色は隠されないといい、和事役に適していても、中心蔵の由良之助では違和感があったと評している。当然、ライバルや後輩にも意識され、元次郎が没した時に二代目遠尺が、あの目、片身に星を増すわ。 とつぶやいたほどであった。この目遣いは、息子の二代目ガ治郎や、養子の長谷川和夫に継承された。また絶えず、役柄の研究を怠らず、時として、スケクや、キャラ先代萩の正岡などの人死に合わない役に、挑戦して失敗したり、芸が過剰に陥って、しつこすぎると非難される欠点はあったものの、サービス精神旺盛で、 観客をどう喜ばせるか絶えずそう工夫し、一旦舞台に出たら、あげ幕に引っ込むまで形を崩さなかった。その熱心な様は、京成半言校で、元次郎のまた兵に、女房で相方を務めた三代目、中村梅力は、身も心も、その人になったつもりで、カーッとなって、芝居をしているため、そのまた兵をねじ伏せるのに、大変な力がいる。いつも、ヘトヘトになったと10回。 その他にも、正岡を務めた時などは凄みを見せつけるあまり親まで、あることを忘れて、地声でセリフを回して、舞台を共にした弟子の中村勲佐社から、親方、男になってますせと注意されたという逸話などが、残されている。同じ役柄でも毎日同じ方では務めなかった。どうやったらいいか絶えず工夫し、舞台でもほとんど即興でセリフや型を変えてしまう。だが、倍力。 先駆け者、炎尺、中者など相方を務めることの多い役者は、その都度、臨機応変に合わせていた。それでも慣れない役者が時折合わせられなくなると、癌次郎は、大根、と、大声で怒鳴りつけて、周囲を遠惑させた。酒が飲めない癌次郎だったが、渡辺家庭作、ワンキューマツ松山で、主人公のキューベの主覧を務めることになった。困った癌次郎は、 酒好きの役者を自宅に招き、散々に飲ませた。果たして冷水のあまり家の中をひっくり返すが、炭次郎一言も言わず冷静に観察し、その様をそのまま舞台で再現して、喝采を浴びた。このように、芸に対する積極的な姿勢は晩年も続いたが、舞台でトンボを切ると言い出して、周囲を慌てさせ、関係者から強い説得を受けて、ようやく撤回したこともあった。 最後の舞台でも病気で体力が弱っているのにもかかわらず、アホか、ガンジロウともあろう者が軽い鎧着て出られるかと、あえて思い鎧で、三浦の助を務めた。暇さえあれば、他の俳優の舞台や、当時新しかった映画を進んで見に行くなど、研究熱心で、ドイツの俳優エミールやニングスの演技に感心し、その映画の本案物をやったこともある。得意の、 しぐれのこたつを務めたときは、いつ、も、同じことをご覧に入れてはアイすまんことで、何か変わった手を、と考えてますが、こう極まった狂言は、どうも手の入れようがおまえん、とこぼしている。二代目、実川炎弱は、舞台稽古のとき、次郎が、自分は元より相手のセリフまで全て暗記し、河内や、安産の科白衣ごてるでと、わざわざ注意してくれたことに感心している。 よく相方を務めた七代目、市川中車は、炭次郎は毎日やり方が違うが、その度に良くなっており、手を抜かずに工夫する姿勢に感心したという。偉大な業績の陰には、常日頃から怠らない修練があった。五番大兵器の大政由良之助四十六時中、芝居のことばかり考えていたので、趣味もなかった。一般常識や世事に疎く、 洋行の話が出たとき、世界地図を広げて、大阪からロンドンまでの距離を定規で測り、とても遠くて行けんと言ったり、イギリスとロンドンは、どっちが遠いんやと、真顔で尋ねたり、大阪市内の天下茶屋に話が及んだとき、あこ、まだアンドンやろと答えたりしている。それが、無邪気でいかにも頑次郎らしいと、人々から思われた。私生活では周囲に気を配り、来客には、 笑顔で、これをしい、明日で、と到来物をご馳走するなどの愛嬌を振りまいて、人望を集めたが、若い頃は負けず嫌いの癖のある性格で、東京へ、初めて出る際、自分の場所に、シンクと張り紙をされているのに激怒し、大阪門屋や思えて馬鹿にすな、と関係者に怒鳴り込んだ。この時は九代目、男十郎の鳥なしで収まったが、その男十郎も、あいつは立派な金魚だ。 見てくれは、いいんだが食えねえ奴だと悪の強さに呆れたという。十一代目、片岡二座右衛門ともよく衝突し、若い頃、中心蔵五段目を頑次郎の低苦労、二座右衛門の官兵で務めた時、低苦労の倒れている位置をめぐって喧嘩をしたり、晩年の大阪で五代目、中村歌右衛門を加えての三人の舞台でも、険悪な雰囲気だったという。気骨もあり、 東十郎の恋が上演された際には、不義を内容とすることから、関係から即上演禁止の命令が出されたが、それでも、和てが、牢屋に入ったらええねやろうと、ガンとして、応じようとしなかった。白塗りの二枚目、和ごと、特に、近松ものを中心とした、突ッコロしで人気が高かったが、一方で新作ものや、髪型独自の芝居、マルホン歌舞伎も得意とし、 当たり役は多かった。晩年に当たり役を、戦時で、頑次郎十二曲と定めた。他の当たり役は、伊賀越道中すごろくの五福屋、十兵衛、一の谷二葉軍旗熊谷ジニアの熊谷直兼、絵本太鼓器、二毛先の竹地十次郎、菅原伝授手習い館、道明寺の環状庄、寺小屋の竹部玄三金出本中心蔵、六段目の早野寛兵、 三段目と七段目の大勢由良之助、梶原じわら平造誉れ石切りの梶原平蔵、南宋里見八県伝の犬山道節、大見源寺先人館、森綱寺宮の佐々木森綱、吉綱千本桜、土屋の伊賀、美野ゴン太、老門五十三切三門の真芝久吉などがある。新獣天盲島、川章の神谷寺兵六代目、小野江菊五郎と寺子屋で、 菊五郎が、松王、元次郎が元蔵を務めたが、元次郎がこの時は、普段よりも一層の熱が入って、大汗をかいた。一方菊五郎は、土屋力で、元次郎の主税に、大高言語で相方したが、その後元次郎について、本当の土屋力に対面したような気分ですと、称賛している。金光教の非常に熱心な信者で、一門を挙げて、信仰した。 ありがとうございます。